こんにちは。こ,ちはこのセミナーはキリスト教超入門と題して、えー、クリスチャンではない人、聖書を今まで読んだことない人に向けてのオブビブルスタディ番組です、えー。実際の場面を想定しながら内容について学んでいきたいと思います。えー、このセミナーを担当するのは日本キャンパスクルーセイドフォークライスト通称 CCC のスタッフをしている安田まゆです。よろしくお願いします。 えー、クリスチャンではない人にこう積極的に関わって伝道とか証ししたいな。イエス様のこと伝えたいなと願っている方にとって参考と励ましになれば嬉しいです、えー、そういうふうにこうイエス様を伝えたいとこう願っている。あの ccc に参加してくれている大学生のメル君と今回一緒に学んでいきたいと思います。自己紹介しますか？はい、自己、はい、紹介します。えー、初めまして。ccc に参加している。 大学一年生のメルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このセミナーは六回に分けてあのバイブルスタディをしているんだけど、ね、今三回目。今回は三回目。今回三回目で、えー、今回はですね神と人の関係についてを学んでいこうと思う。おなるほど、神と人の関係。神と人にの関係ね。うんうん、で前回の内容は。 神様の,なんかその性質みたいなのう。キリスト教の神像っていうのを学んできたと思うんだけど父と子としての神様と私たちの関係っていうのをもう少し今回はあのフォーカスして学んでいこうかなっていうふうに思うんだけど前回学んだ神っていうのと私たちはどういうふうな関係があるのかっていうことかな。ということであの最初のね質問あんまねちょっとウォームアップの質問なんだけど。 人間関係で大事な要素って何だと思う？人間関係で大事な要素。うそうだなう。大事な要素。ええー、僕は<ん>ええー、まあ例えば友達とか。うん。そうだね。うん、そう友達とか。うん、なんか僕は結構あのちょっと疑い深い性格なので、うん、なんかやっぱちょっとその信頼関係で相手を信頼できるかっていうところがなんか結構すごい大事かなっていう。うん どれだけ頼れるか、うん、るど,どれだけ自分の心をなんか見せられるかってどこにもつながってくると思うんですけど、うんえー、結構時間もかかるよね、でも信頼関係、ね、そうだね、うん、結構僕は時間かかるかなっていうタイプですね信頼関係大事だよね、うん、信頼関係ないとちょっと自分をなんかさらけ出すっていうかオープンにして話すこととかもなかなかできないもんねそれは結構怖いかな、つめかけない状態だとね、うん、確かに、うん、そうだね、それすごい大事な要素だと思う、私も で今回「創世記っていうところを読んでいくんだけど、まあ、神と人との関係の中でその信頼関係も出してくるかもしれないからちょっとねあの楽しみに読んでほしいんだけど「うん、じゃ創世記を開こうか「聖書」の「契、はい、約聖書」の一番最初の「の創世記っていう書物の2章の7から9だね。7から9。そう7から9をまず読んでもらってで続けて15から17も読んでもらってもいいかな。 はいかりました 2> 2章7から9と15から17。見ます。はい、創世紀の2章節節から9節、うん、神である主はその大地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなった神である主は東の方のエデンの園を設けそこにご自分が形作った人を置かれた。 神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良い全ての木をそして園の中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせた、はい、次に15節から17節神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕させまた守らせた神である主は人に命じられた あなたはのののどの木からでも思いい。まま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べる時あなたは必ず死ぬはい、ありがとう。じゃあ今日のこの読んだ箇所の中であの質問があるんだけどちょっとそれを質問を通して詳しく学んでいきたいと思うんだけど「人は誰にどうやって作られた」って書いてある。人は神様に、うん、 第一の塵から、うん、その命。の息を吹き込まれて、作られたって書いてあります。うん、そうだね、うん、なんかそれ感じる、自分塵から作られたなって。いやー、なんか、<laughs> その、僕塵なのかっていう感じ。<laughs> いやー、そうね、ちょっと実感は正直ないかな。ね、なんか読んでも、こうね、自分がこう知ってる人体の構造っていうのともしかしたら。繋がってこないかもしれないそ。それが塵からっていうのは、確かにちょっと想像がつかないかなっていうふうに思う,う。そうだよね。うん なんか私がこの箇所を読んで思うのはなんかこの聖書のこの箇所は人が科学的にどう作られてるのかっていうのを明らかにしたいわけではなくてんかその人間の存在っていうのがどこから来たのかっていうのをまあ説明するっていうことなんじゃないかなメインはそこなんじゃないかなと思っていてう、ね、まあこうあの何て言う粘土みたいにこう、ね、粘土やったことあるかな土をつ使ってこう人をこう形作ってでそこにこう命の息をまあ鼻からね吹き込んだらしくて。 吹き込んだって書いてあるんだけど、まあ、肉体っていうこう器っていうのかな？器にこうなんか、神様がこう命っていうか、こう霊魂みたいなものをこう与えたっていうことで、うん、まあそれで人は生きるものとなったっていう風に書いてあるんだよね。うん、そう,です、ね、そうだから、もうここでなんか。私たちのか土からできてないじゃん。って、なんか思っちゃうことももちろんできるんだけど、なんかそこがメインのポイントではなくて。 私たちの皮膚とか臓器とか、まあ、神経とか骨とか筋肉とかで構成されてるんだけどその人間の存在意義っていうのを、まあ、神が私たち人を作ったっていうところうん、うん、私たちはどこから来たのかっていう問いに答えるもの。それ、ね、れは神神様様かららを持って作られたってて作たいう ことなんだけど、まあ、人のこう存在っていうのが出てきましたと。と、うん、で、その後にこうあの人のことがさらに書いてあるんだけど、15節のところ神である。主は人を連れてきて、エデンの園に置きって書いてあるんだけど、うん、あのアダムとエバっていうね。あの存在が後で。 あの名前としては出てくるんだけどうん、うん、この人っていうのはその人類最初の,そのアダムとエヴァっていうふうに捉えてう、ね、これは確かに聖書を読んだことない人でも結構知ってるかなっていう,うん、うん、そうね名前聞いたことあると思うよねうん、うん、この人っていうのはこの場所ではアダムのことを指してるんだけどうん、うん、一番最初の人ねでアダムはまあどこにいたって書いてある今ちょっと読んじゃったんだけど。うん どこに連れてこられたれ。エデンの園に連れてこられた。そうだね。十五、うん、節のところ、エデンの園って書いてあるんだけど、エデンの園ってどんな場所ってことがわかるかな、この場所には。どんな場所か。あ、今回のところには、ちょっと書いてないかもしれないんだけど。うんうん、あの、あ、九、九節のところとか。九節のところとか。うん、なんかすっごい、なんかパーフェクトな場所。うん、なんか、食べるものは、なんかすべて。うん あるるし、し見るからに好ましい,いう、うん、そうね見るからに好ましいとかねこう食べるのに良い全ての木をって書いてあるんだけどめっちゃなんかおいしそうな実がなってる木が生えてるんだよねすごいガーデンっていうかガーデンがあって、まあ、どこを見渡してもなんかこうカラフルでいろいろなこう植物がある場所それがこうエデンのそのっていう、まあ、その神様が作った場所なんだけどその場所で神は人、まあ、つまりアダムにあ,のあることを 命じましたと、それは何ですか？それは命じたこと十六、えっと、節からのところかな。その、うん、の木どれからでも食べていいけど、うん、善悪の知識からは食べちゃダメだよっていうふうに言ってますね。うんうんうん、そうだね。うん、そのさっき読んでくれた九節のところで、まあその全体に木が生えてるんだけど、そのの中央に、えー、命の木と善悪の知識の木っていう二本生えてる。うんうん、善悪の知識と命の木が生えてて。 で、食べちゃダメなのはど、どの木?。食べちゃダメなのは、うん、善悪の知識の木。そうだね。うん、日本ある中で、善悪の知識の木の実は食べちゃダメって神様が言ってたんだよね。うんうん、で、これは神様が人と交わした、まあ、たった一つの約束なわけなんだけど。うんうん、この、まあ、アダムと、まあ、後にこうエヴァが、あの、作られるんだけど。エヴァは、まあ、守れないっていう、まあ、ストーリーになっていくんだよね。うんうん 次にあの3章のところを<章>続きとして読んでいきたいんだけど、うん、3章の1節から12節のところをちょっと私読もうかな読みます、はい、章創世紀3章の1節から12節、はい、さてヘビは神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かったヘビは女に言ったソノの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った 私たちはののの木の実を食べてもよいのですしかし園の中央にある木の実については「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだ」と神は仰せられましたするとヘビは女に言った「あなた方は決して死にませんそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです」。 そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親ましくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたこうして二人の目は開かれ自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作ったそよ風の吹く頃彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した神である主は人に呼びかけ彼に言われたあなたはどこにいるのか彼は言った私はあなたの足音を園の中で聞いたので自分が裸であるのを恐れて身を隠しています主は言われたあなた,あなたが裸であることを誰があなた方に告げたのかあなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか 人は言った「私のそばにいるように」とあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです、うん、っていうねあの蛇っていうあの謎の登場人物が出てくるんだけどうん、うん、まあこう蛇にそそのかされてこう女の人がまずそそのかされてしまってであの実を取って食べて。 でうん、うん、一緒にいた子アダムにもその実をあげるっていうあの風な展開になっていくんだけどうん、うん、実を善、まあ、悪の知識の木の実食べちゃダメって言われてたその実を食べた後二人にどんな変化が起こったって書いてあるかな二人は、うん、えっとね7節のところにも書いてあるけど目が開かれてて、うん、裸であるっていう状態をなんか認識した、うんうん、そうだね。うん、そうだねなんかこれは恥 とかっていう部分とまあ関係してくるのかなって思うんだけど、まあ今まで二人はずっとまあ裸で生活してたんだけど、そのそれまでは裸であること気づいてなかったんだよね。裸であること。自体も気づいてなかったね。だから実を食べた後にあれって。 なんか、裸っていうものが、こう、私は裸であるんだということを初めて認識する。ね、<laughs> <ん>まあこの瞬間、この彼らには、恥っていう概念がこう入ってくるてな,んなんか嫌かもね。そう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 。見られたくないみたいな。うもう入ってくるんだけど、まあ、ありのままの姿では恥ずかしい、恥だって。何かを使って自分のその恥を覆い隠さないといけないっていう。だ、まあ、から、いちじの葉をこう綴り合わせて、身を隠すようにしたっていうふうに書いてあるんだよね。で、まあ、その、 あの続きっていうかその後なんだけどあの二人はまあ神様の足音を聞くだよね。うん、その時二人はどういう反応した神様に対して？二人はその足音を聞いた後にその神を避けて神様を避けてその木の間に身を隠すようにした。うんうんうん、そうだよね。うん、こうまず裸であることに気づいてまあ恥というかその概念が入ってきて二人は神様に顔を こう見たたくくなくなった神様と顔を合わせたくなくなったっていう風になって、うん、まあ神様との関係が崩れ始めたっていう風に言えるのかもしれないんだけど、うん、まあこの出来事が起こる前は2人ともこう裸でねありのままを神様に知られてたそういう状況で本当に完全に愛されてて完全に認められてるっていう状況だったんだけどその環境を本当に楽しんでたんだけど身を食べた後二2人は神様とまず対面したくない。うんうん まずもう会いたくない見たくない見られたくないで木の間に隠れてしまったんだよね。神様との関係にひびが入った瞬間っていうかもう決定的な瞬間だと思うんだけど、うん、そしてその後神様がまあ声をかけるよね二人に対して。であの「あなたはどこにいるのか?」って、うん、あの声をかけたんだけどその後にアダムが神様に返答するんだけど彼はまあなんかどういう何て言うんだろう あのー、理由でこの実を食べたっていうふうに言ってるかな。うんと12節に書いてあるように。女が 私に言ったたから食べたんですっていううそうだね。うん、責任転嫁してるよね。私じゃないんですよ私ではないこいつなんですよ、みたいな感じで言ってるよね。その女の人にこう責任転嫁をして、人同士の関係も崩れ始めてしまった。そうだね。神様との関係崩れたし、うんうん、人同士の関係も崩れ始めた。で、さらに、こうなんか、まあ、エヴァを、あのー、責めた後に、あのー、 あ私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女って言ってるから、うん、そもそもこの女を与えたのはあなたですよねっていうふうに神様にもこう責めてるっていうか責任転嫁しまくって,しまくってる自分じゃないんですよ、うん、周りが悪いんですって言ってなんかこういうふうに答えるんだけど人との関係もそういうふうにして、まあ、人責任転嫁したらさ壊れていくじゃないうん、うん、でそういうふうに壊れてしまったんだよね。うん まあこのストーリーがすごいあの聖書のベースとなる土台となるストーリーなんだけど、まあ、人間がどこから来たのかっていうのを説明するストーリーなんだけどどうしてアザムといえばこの最初の人類である2人は人この人たちは神の約束を守れなかったのかな。ななななんでこうなっちゃったんん、ね、んででここううううっっっっちちゃゃたただだろろねね<え>うん命令一つだけだったじゃん神様が2人にした命令は。 そそれ守れ守ばよかったのにさそうだ、ねね、なんで守んなかったんだろうねなんかその登場人物の中でさ蛇が出てくるじゃない。で蛇っていうのはなんかちょっとあのあまり日常生活で聞かない概念かもしれないんだけどその神の敵対勢力であるサタン悪魔っていうのの、まあ、象徴というか、まあ、サタン自身として ヘビの形として出てきたんだけどまあサタンはこう人間を自分のこう勢力に加えたいというか神の方に行ってほしくない自分の方に自分を礼拝してほしい自分についてきてほしいというふうに思ってるからこそなんかこの人間たちにこうあえてなんかこう変なさ問いかけをしたんだよね。 でなんかその問いかけっていうのはなんか本当に神はそれを言ったのみたいななんかそういうふうにこう言っててでそれはそのサタンの戦略としては神へのこう信頼っていうかを失わせたくてそういうなんか言い方をしたんだよね,あだねまあ賢いっていうふうにも書いてあったし、ね、そうだね、うん、そうだね他のどれよりも賢かったっていうふうに言ってると思うんだけど、うん、そのアダムとエヴァはその蛇の問いかけを聞いてあ。 確かに神って信頼できないかもとかって、思い始めちゃうんじゃないかな。うんうん、やっぱり私たちもそうだと思うんだけど、こうなんか、え、本当にって言われたら、確かに本当かな。まるよね、そう、とかまるそう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 、うん、で、そこでこう蛇の、なんか、こう声かけによって、ちょっとそこに。なていうだろう、こう、うんって疑問をこう、あの、抱いてしまう余地が生まれた。うん、そして、まあ、でも、実際に決断をしたのは、この二人だよね。選択をしたのは、この二人、そうね、目を取るって選択をしたの。うんうん この二人だだったんだけど自由意志、うんありますし何か哲学とかで確かに倫理とかで言ってたりとあるかもそう倫理とかで自由意とあるねうんなんか人ってさ自分の意思でこう物事をこう決められるわけじゃないある程度人から強制されるとかじゃなくて何かこの二人がこう神様の約束を守れなかったのはなんでかなっていうところにまた戻ってくるんだけどうん、うん、神様は二人を自分の 命令を守るようにも作れたわけじゃない。だって、うん、神が作ったんだから、ね。ね、<は>まあロボットみたいに、ね。そう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 。機械,うん、機械的に自分の命令を守るようにも作れたはずなんだけど、うん、神はあえて人間に自由な意志、自由意志を与えて、自ら選択できるようにしたんだよね。でもそのまあ選択の結果で結局善悪の知識の木の実を食べることになってしまったんだけど、神はまああえて人をなんでこんな形に作ったんだろう。 確かになんで私たち自由意志があるんだろう神に背くかもしれないのでか逆に自分が作ったものがロボットみたいな感じでかそのご主人様みたいな感じだと逆にそれは本当に嫌だ逆な何か自由な意志がそろそあ、嫌だからっていうのかなっていうふうに思ったけどそうだねんか私もそうかなっていうふうに思うんだけどまあ あ人間を作った時に人間にも自由に自分を愛してほしいからこそ自由な選択で自分を愛してほしい。まあそれが本当の愛だからこそその自由意志っていうのを損くかもしれない可能性を分かってた上で与えたんだよね。うん、ま結局それで本当に背いてしまった。こう神様は傷つくことになってしまったんだけど。そ,ね、それでも本当の愛を選んで欲しかったから自由な選択をさせた。うんうん で、この,あの『宝刀息子』のストーリーにまた毎回ね戻ってくるんだけど 1> 第1課,、ね、課にあった『あのルカの福音書15章』の『宝刀息子の例え』のところに戻ってくるんだけど宝刀息子のストーリーでも父と、まあ、息子が2人いてでこう、まあ、あのストーリーが、まあ、よ読んでもらえればわかると思うんだけどそこのストーリーでもこうお父さんと子供の関係の中で子供がすごいじ 自分勝手な選択をししてしまう,う、ね、で親をこう傷つけてお父さんを傷つけてしまうっていうことが起こるんだけどまあでも結局その弟はまあ家に戻ってくる自分の,その罪っていうか間違ってしまったっていうことを自覚してお父さんの元に戻ってきてお父さんはそれをすごい温かく迎え入れてくれるっていうストーリーだ,とだったと思うんだけどまあそういうストーリーをちょっとあの頭の片隅に置きながら「神はじゃあ人との関係性の中で何が欲しいって何を望んでるんだろうね」 何どんな関係を望んでるんだろう神様は人と、うん、なんか本当にその自由なその信頼関係、うん、機械的ではないそ,それもさっきうもご主人さんみたいな感じではなくて、うん、本当に何か自由の中の,なんかその愛のある関係、うん、なんか望んでるんじゃないかなっていうふうに思う、うんうん、そうだね。うん なんか最初に神様がこうアダムといえばまあ人を作った時になんかすごい素晴らしい関係信頼関係ありのままを知られててそれで完全に愛されてる認められてるっていう風うなまあ信頼関係とも言えるよねそれもなんか信頼関係がこうあった愛されてた一緒に時間を過ごしてこうねさらにさらにその信頼関係が深まっていくっていう状況があったんだよねでね優しいお父さんみたいな存在本当にそのストーリーの中の存在を喜んでくれる。 そういう人だっただそういう方なんだけど、まあ、人間はその自分の自由な選択によって意思によって結局まあ神様を背いてしまう神様と自分の関係よりも自分の思い通りにしたい自分が願うように生きたい自分の意思で自分の力で生きていきたいっていうまあ神のようになりたいそういうふうにこう思ってしまったそこにこうサタンがつけ込んできたことによって。 そっっちの選択をしてしてまったうん、うん、命の木と善悪の知識の木の実で善悪の知識の木の実を選んでしまったダメって言われてた方を選んでしまったここでこう神と人との関係にまあひびが入ってしまって、うん、壊れ始めてしまったそ,う、ね、まあそれがこう最初の,あの土台聖書の土台でもあるんだけどうん、うん、それをこうキリスト教ては罪というふうに呼ぶっていうのがまあ今回の,あのまとめになると思うんだけど。 そう最初に、ね、すごい良い良関係があった神と人はでもそこに自分の選択によって罪が入ってきてしまった、うん、これがあの最初のストーリーだね,ね人間と神のかそう、ね、なんか法と息子のストーリーともなんかすごいかぶるなと思って自分勝手にっていうところからそこがなんかそうだねそこが聖書のいろんな場所に出てくる概念になっていくと思う。うん じゃ今回のあのカはこれで終わりにしようと思うんだけど、はい、じゃあ一言祈って終わりにするね。はい、はい、祈ります。えー、愛する神様あ、この学びの時間をありがとうございます。 神様の本当に愛の中で恵みの中で人はあなたを愛するように作られましたけれども本当に入ってきてきししまいまいた本当にこの聖書のストーリーはこの部分を土台にしていろいろな部分が書かれていますけれども本当にこの部分この神様と人の関係についてますますフォーカスます。 をしながらあ,ーあなたがそれでも私たちを迎え入れてくれる優しいお父さんであるということをあ本当にさらに学ぶことができるようにとかこのあこの,後の学びも導いてください。シエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンアメン